どうも。今あのポルシェに乗っております。ポルシェね、ドライブです。ポルシェドライブ。やっぱねポルシェね低いね。まあ僕の車も低いですけど、低いな、まあ、あとねサスがねやっぱ硬いっすね、ちょっと。うん、まあちょっと女子があんま好きそうじゃない感じの、はい、でこのなんだこのちょっと顔映せないんでね、電車のね、ポルシェ、はい、あ、ここだったらいけるな、はい、これなんかついてる。この前ね、あのベンツ撮ったんだけど、やっぱね、ポルシェはポルシェでなかなかファンキーですね。逆光だからね、これ。あ、逆光、まあ、逆光撮れてんのか。最新って感じだな。最新だな。なんか新しいの、まさに新車だからね。これ何歩だっけ、新車で何ヶ月？これ新車で買って3-4ヶ月くらいですね。まだぶつ、あ、そうだ。なんかホイールぶつけたらしいですよ。ホイールガリって言いました。ガリって。動画は撮ってない。動画は写真で。まああのこれ後ろにシートあるんだけども、まあちょっとこれは座れるのはきついね。大人は座れないです。大人はちょっと無理だね。うん、そう、まあまあ2シーターですよ。これポルシェの911カレラと911カレラ、1700万らしいですよ。これね、なんか全然乗ってないらしいですからね。なんか場所がないみたいで。そう、ドライブね、ポルシェ買ったらドライブ。おお、なるほどね、なるほどなるほど。まあなかなかいいんじゃないですか。なかなかポルシェ、ポルシェ、そうポルシェ、ポルシェ。内装お金かけてないんで、本当にこれとかもう本当に。ああ。樹脂です。ああ、別にいいんじゃない、全然。全然いいでしょ。これ本革にしようと思ったら80万。マジで？そう。80万、本革。だから、いいやと思って。いや、別に普通よくね、これで、別に。いや、僕は十分だと。十分でしょ。全然綺麗だしね。そうです。80万もすんの？本革にすると。そうなんです。ここだけで。完全に持った。ここだとか、まあこれも合皮なんですよね、確か。ああ。シート。ああ、なるほど。これも全部本革にすると下げみたいな。そうです、ああ、これ合成の革らしいですね。え、でもそれでも1700でしょ。そうです。すげえな。オプションなんだかんだでも300万ぐらいかかってますね。え、これあんまかけてない方だけで300万ぐらいあるんだ。なんだかんだかかってます、ね、へえ。ちょいちょいいろいろかかるんですよ。まあ、ちょいちょいこれどうすかみたいな。これとかもあのアルカンターラ。ああ、出た、アルカンターラね。これは10万ぐらいですけど。ああ、これいいね。そうですね。これはつけてよかった。これはいいね。なるほどね。このスポーツエキゾーストは40万弱ですかね。え、これもオプションなの？これオプションです。マジか。これをなんか押すとマフラー音が大きくなるというかね。そうです。らしいんですけど。40万らしいですよ、40万。バカだね。あ、白バイ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 いた。白バイいた。あー。この辺めっちゃ多いんですよ。あ、そう。やっぱこれは、やっぱレインボーブリッジコースじゃないかな。そっちまで行きますか。あの、ちょっと一周するみたいな。あー、全然じゃあ。まあ、だって、ここら辺ポルシェの味出ないでしょ。ちょっとレインボーブリッジもどうですかね。なかなか最近警察多くて。ああ、まあ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 、あの5秒ぐらいだったら5秒加速みたいな。5秒ぐらい。まあお金あるからね。その首都高速1000円ぐらいだ。1000円ぐらいドライブしよう。ポルシェ君もね、ちょっと
吹かしてほしいなと思ってるはずだからね。全然ドライブしてないって、ドライブせんのみたいな。ポルシェ、もうちょっと庶民的なこのなんかガムが、ガムガムだっけ、ガム庶民的な1700万のあれもこのこれショックこれ森の山の果物出てきました。1700万の車にこの森の果物がありましたね。なかなかいいじゃないですか。いやーでも懐かしいな東京。東京は走ってたからね、その夜とか首都高、ストレスがもうやばくてもうストレス発散首都高でしたよ。GTR だと楽しいんでしょうね、いやいや、これも楽しめる車でしょ、一応これも全然楽しめるでしょ、走れば楽しめると思う。運転が下手だけどポルシェに乗れます。運転がどうとか関係ない、金があるかどうかですね、うん、確かにそれはそうです。すみません、これが現実なんですよね。保険代とかも高いですからね。あれ保険いくらなのこれ。いやどうでしたかね、確か3年で80万マジで80万。そうですね、3年ですけど80万らしいですよ。車両も入って、車両は入ってるんですね。車両はどこまで保証してくれんの。全部1700で入れたはずです。マジで、はい、あそんな保証してくれんだ。そうですね、ネット保険とかだとそれができないんだよね。だからディーラーだといけんだ。ディーラーだといけるんですけど、やっぱディーラーだと高い、だまあ高いよねそれは高いよ。1700保証してくれる保険があるらしいですね。まあそれあるよな。もう80万らしいですね。80万あったら海外旅行結構いいのでいけるね。全然いけますね。でその保険使わなかったらもう80万消えるんでしょ。そうですで僕前レクサスに乗ってましたけど、うん、3回ぐらい使ったんで。ああそうなんだ。元取りました、ね、ああ。取ったっていうのか分かんないですけどなんかもうあんまりでも元取りたくない、元がない元は取りたくないですけどそれ何で使ったの。それはもう本当に自分でぶつけて2回ぐらいぶつけ、2、3回ぶつけました、ね、へえ。走ってる時はぶつけないんですけど、駐車場から出る時とかにポールにぶつけたりするんですよね。あ、なるほどね。あ、秋葉やん。秋葉です。秋葉だね、懐かしい。懐かしい秋葉ですよ。懐かしい秋葉。秋葉ですよ。目の前の交差点が、あの昔その秋葉原、何十年前かも無差別テロがあった交差点です。もう花とか置いてないよね、多分。さすがにね、もうだいぶ経ったよね。もう覚えてる人もいないんじゃないですか。もう覚えてる人もいないと思うんですけど、すごい、なんかもうなんかすごいことが起こったんですよ、ここで。そう、あ、ここもね、ソフマップだったんだけど、もうビッグカメラがと統合してね、ソフマップじゃなくなった。ソフマップビップみたいな。そう、ビッグ詳しいです。一応東京人だったからね、一応秋葉もまあまあ生息してたから、うん、全く最近秋葉来てないな。あー、 AKB カフェがなくなってガンダムカフェになった。あ、ほんまやほんとだ、 AKB なくなっとるやん。 AKB は結構前になくなりました。あー、へえ。レクサスは何乗ってたんだっけ、はい、ES っていうセダン、ES というセダン乗ってたらしいですね。 それと比べるとこれはこっちの方が、うん、まあ、スポーティーで楽しいですかね。ああ、まあまあね、楽しい言うても乗ってないからね。乗ってないんですよ全然乗ってない。あと前の車はちょっと大きかったんで、ああ、僕にはちょっと、なるほどね、縦が5メーター近かった、うん、ああ、だいぶだね。に比べるとこれは50センチぐらい小さい。あ、まあ小回り効くね、こっちの方がね。そうですね、小回りが効く、うん、東京だと特にやっぱり、まあね、フェラーリとかも検討したんだけど、やっぱり大きくてやめました。フェラーリはね、置く場所困るよね。置く場所困りますね。横幅とかでけえし、ここはもう
きいですね。ポルシェ、ポルシェ買えますよ、頑張れば。ポルシェ買えるんです、頑張れば。あの、頑張ったからですからね、別に楽してポルシェを手に入れたわけじゃないですから。あの、過酷な弟子のスパルタンがありましたから。そう、みんな辞めてきましたからね、みんな。みんな辞めてきました。結構辞めてったよね。ほとんど辞めたんじゃないですか。俺結構ね、これね、多分ね、あの、誰にも言ってないんだけどさ、はい、あの、H 君、樋口君っていう子おったやん。あ、いました、いました、いました。あの子が辞めるって言った時さ、俺さ、はい、あの、なんか土下座して辞めないでくれって言ったからね。知ってる？なんかなめちゃんからちょっと聞いたかもしれないです。でも、はい、そんなことがあったんだっていう。そう、なんかやりすぎたなと思って、なんか悪いことしたなみたいな。じゃあ本当ね、ちょっとガチガチにやりすぎて、僕も反省してた時あったんですけど、でも結局まあ やめま、よしよしよし、やめてくださいみたいな。で、まあやめてたんですけど、まあ、結構やめてきましたね。あと飛んだ子もいたし。そうです、ね、飛んだ子もいたよね。ふなっしー何やってんだろうね。ふなっしーわかんないですね。ふなっしー何やってんだろうね。ふなっしー、ふなっしー何やってんだろうな。結構みんな何やってんだろうな。そうだね。なべちゃんはさ、3、4年前なべちゃんの家行ってさ、はいはい、で 奥さんのさ、なんかご飯食わしてもらってさ、はい、で子供も生まれたばっかでさ、いて、なべちゃんはすごいですよ、ね、そう、なべちゃんなんか2人目もいた生まれたみたいに言ってたような気がする。なんか2、3人いるって聞いてる。あ、まあ、マジで。なんかで、しかも自分はほとんど子育てせずに奥さんにほぼ丸投げしてるって。へえ。で、自分はゲームしてるってゲーム実況ですか。あー、ゲーム実況でゲームしてる。なべちゃんすごいな。あ、また白バイ。白バイ率今日多いね。い、結構いるんですよ、ね、結構白バイ率多いやん。もっと捕まると萎えるんで。まあそうやね。え、捕まった？ポルシェで。ポルシェではなく前ので。あ、一回捕まりましたね。やたら警察おんな。そうですね。あ、秋のなんとか交通安全週間なんじゃない？あるかもしれないですね。じゃあ首都高行きましょう。この時間なんて全然車多いんで飛ばせないと思いますけど。まあじゃあレインボーブリッジちょっとな、あの10メートルぐらいで行けるんじゃない。ああ、近いな。そうですね、うん、で、あそこの辰巳でちょっと止まって便所休憩して。あ、じゃあそれで、はい、僕あんま道わかんないんで。え、マジで東京人だでしょ。僕首都高乗らんの。まあ乗ってもその地元帰るときか、大江戸温泉に行くとき。大江戸温泉ね。大江戸温泉懐かしいな。大江戸温泉なくなっちゃった。あ、大江戸温泉なくなったの。なんかなくなっちゃいました。まだもう終わり。もう9月に終わりました。あ、もう終わったんだ。はい、営業終了しました。あ、なんか終わるみたいなニュース流れてさ、マジで悲しい限りです。大江戸温泉弟子と言ったな。でまあ、今時刻が14時40分ぐらいですね。まあ多分ね、まあ、混んでると思いますけど。全然混んでますね。首都高を言いながら混んでますから。高速なのに混むというね、何なんだと、何のために金を払うんだっていうね。もう摩訶不思議な現象でございますよ。まああの九州道とか全く混まないですからね。九州道九州道混んだ見たことない。素晴らしいです。いやでも青森の高速らへんも全然困らないでしょ。困らないですね。てか青森の人高速乗らんでしょ多分。あんまり乗らないですでしょ。で青森のさ、あの上から下からこう上がっていくときさ、八戸に行く方向とさ青森市に行くとかあるじゃん、はいはい、俺間違ってさ八戸の方行っちゃってさ。そう、それで八戸ぐるーって回って青森まで行ったんだけどさ、致命的なミスで。いやだいぶ遠いなみたいな。だいぶ遠いです。そうあるんですよ、その八戸行きと青森行きのこの分岐があるんですけど、
でも、ね、八戸結構良かったですね。すげえ綺麗だった。うん、あの海沿いの、はいはいはい、あっちの右上の方。あっちはそうですね。うん、海港町に綺麗ですね、うん。そうそうそう。すげえ綺麗だった。ちょうど昨日一昨日まで青森帰ってて。あ、そうなんだ。帰ってました。一泊二日ですけど。え、これで帰ってたの？いや、そこは新幹線。あ、そう新幹線。もうちょうど雪降りそうみたいな話を聞いてたんで、まあ、一応大事を取って。ああ、なるほどね。救急車、救急車でございます。救急車は首都高はさすがに乗らない。うん、あれ、これ首都高じゃなかったっすね。大丈夫、グッジョブ。夜の首都高ドライブとか しないの？しないですね。マジか。ポルシェ乗ってんのに。ポルシェ乗ってんのにしないですね。あ、すごい、なんかこれ出てきます。なんかすごいすごい。すごいな。あ、しかも前にこれカメラあるんだね。あ、そうですね。前にカメラついてんだ。あ、でもポルシェのカメラ本当にクオリティひどくて。あ、そうなの。はい。どうしようもないです。どうしようもない。1700万どうしようもない。1700万ほんとどうしようもないですね。マジで。まだレクサスの方がいいみたいな。全然いいですね。っていうか家帰った時にノア乗ったんですけど、うん、トヨタの、うん、あっちの方が全然いいですね。5年5、6年前の車ですけど。そういうことなんです。そういうことなんです。国産車の方が全然コスパいいです、ね。カローラ買いましょう。まあ、これはあの一応あの見栄で買うもんですから、こういうのはね、うん、まあ、ちょっと買ってみたみたいなね、見栄でね。そうですね、次買うかってやったらちょっと分かんないですね。一回乗って満足した感はあります。うん、なんでこの色にしたの？なんで黒にしなかったの？売る、だって売ること想定したら黒の方が良くね。あー、僕黒の車乗ったことあったんですけど、なんかつまんないなって思ったことがあって。白の方がまだ好きだったんですけど、うん、でもこれ白じゃないでしょ。なんかこれはクレヨンですね。クレヨン。クレヨンしんちゃんか。クレヨンしんちゃんの色です。ただこの外装色45万します。マジで、はい、特注、スペシャルカラーっていうのが何個かあるんです。あ、クレヨンっていうスペシャルカラーがあるんだ。クレヨンと、あと緑とオレンジと赤が、スペシャルカラーなんですけども、それはなんでクレヨンになったの？いや、ポルシェの色で好き好みなのはこれしかなかった。ああ、そうなんだ。白とか選ぶと、うん、本当に真っ白の、あ、なんか軽トラみたいな白が来るんですよ。その例え話いいね。軽トラの白ってなかなか本当になかなかいいね。軽トラみたいな白が来るんですよ。一応30万円ぐらいでメタリックカラーって言って、ちょっとこうラメが入ったやつもあるんですよ。まあでもそれでも無料で選べるレクサスの白の方が全然いい色で、本当ポルシェどうしようもないなって思って。なるほどね。まあ、だからこれしか好みがなかったんですけど。なるほど。まあせっかく、まあ新車で買うからね。まあせっかくだからね。まあ、あと、ね、運転が下手だったら黒だと傷つく。ああ、なるほどなるほど。まあいろいろ諸事情があるね。そう、いろいろ諸事情。首都高乗りました。首都高、はい、混んでるかな。全然混んでますね。高速、ここ懐かしいな。でもここまっすぐ行って、はい、左行ったらもうレインボー行けるからさ。いや懐かしいな、ここ懐かしいな。懐かしいな。ちょっと左行っとこうか。え、深夜 2,3 時ちょっと運転しようかなんてなんないの？深夜 2,3 時寝てますね。寝てんだ。マジか。あ、でも独身だったらやってたかもしれないですね。あ、まあでもポルシェせっかく買ったしね。そうですね。え、一度もないんだ、そういうの。一度もないです、ね、一度もないんだ。基本的に飛ばさないんですよ。
ポルシェだけど、あのだから全然前にガンガン割り込まれるっていう、ポルシェだけど超安全、うん、多分日本一安全運転してるポルシェかもしれないです。あ、まあ、ただのチキン野郎なんですよ。そうなんですね臆病者なんです。まあでも安全運転はいいぜ、いいことだ。いやでもね、ポルシェだったらって話ですよね、そういう話ですよ。いやポルシェだったらやっぱ踏んでいかないと。そうですね。そう、あれジャガーかな、あれはジャガーか、なんかジャガーっぽかったな。そうだね、めちゃめちゃいるよね。楽しいですね、うん、車好きだった、うん、そういろんな車走ってんすよ、首都高は。まあ田舎ね、全然いないですからね、マジで。田舎も軽率もう 80% みたいな。軽トラっていうね。そうですね、軽トラか軽だよ。いやでもね、軽が一番ねコスパいいし、小回り引くし、それは間違いないですね、うん。あとベンツで全然どやれるんで、うん、コスパがいいです、ね。誰かが港区でベンツは貧乏人の車だって言ってました、ね。あ、マジで嫌だね。嫌ですね。嫌だね。心がすさみます。港区レベルになるとベンツは貧乏人の車らしいですよ。嫌だね。嫌ですね。え、じゃあまああの。何にあのロールスロイスに乗らないとやっぱ港区じゃない。ベントレー、ロールスロイス、ベントレー、ロールスロイス、フェラーリ、ランボ、そうですね、まあ、ここあたりがまあ普通にならないと、まあ、あとは運転士付きのアルファード1000万しようとか。そうですね、リングさを聞きますけど、本当かは知らないですけど。キリがないです、キリがないんで、好きな車、乗りたい車に乗りましょう。気にない、気にはないですね、本当に。これあの助手席乗られてる方の感想はどうなの、その。あ、意外とそんなに悪くはないって言ってた。そうですね、へ。なんか長距離だと疲れるかと思いきや、まあ、意外とそこまで前の車の方がラグジュアリーな感じでしたけど、まあ、そんなに。まあまあまあ、でもね、結構座り心地はいいね、これね。そうですね、うん、座り心地はいい、全然。意外と硬くないですね。うん、そうそう、座り心地はいいですね。まあ僕フルバケなんで結構あのスパレたんですけど、全然。まああの辰巳着いたらあの外観も映しますんで、外観もね。まあ多分ね、混んでんですよ、でね、高速なんだけど。あ、多分ね、レインボー抜けまでちょっと抜けたら多分、まあ渋滞してないと思うけどね。そうですね、うん、あっちまで行ったら。え、レインボーは渡らないんだ、もうお台場なくなっちゃったから。あの、そうですね、大江戸線なくなってから本当に行く機会がなくなりましたね。いいじゃないか、じゃあ機械を作りました、機械を。行かないですね。これハイオクで満タン入れるといくらぐらいなん、ガソリン代。いや今だと1万円とかするかな。これ燃費は、燃費は下道だと6とか、ね、ああまあなるほどね。高速だと12、3。でも12、3出すって結構やっぱ安全運転だね。そうですね、なかなか安全運転じゃん、はい、かなり燃費にいい、環境にいい運転してます、うん。でもこれナビがさ、なんかこう最新だけど、なんかちょっと絵面がもうちょっとなんかあれ欲しいよね。なんかまあ iPhone 慣れしてるからあれかもしれないけどさ、でもこれ1700万のナビでしょ一応。まあそうですね、
1700万の波だけど、なんかね、まあまあ、ね、まあ英語圏だからね、日本語、なんか、なんなんだこれ。ちょっとなんかしょぼい感じない、これ。あります、ね。あるよね。はい。そう、まあまあ、しょうがない。左行った。あ、でもこれ左寄っといて大丈夫だよ。プレイにつなげるんで、困ったら Google マップです。あこれはポルシェが一応提供してるナビなんで、これは、はい、純正の標準でついてるやつ。いや今ね、 iPhone のとか Apple の Google ナビとかの方がすごいもう精度高いんで。それは本当にそうですね。だよね。なんか SD コードとかもあるんだ、まあ、一応あるんですけど、うん、浅いこと浅いこと。ああ確かに浅いね。もうちょっと深くできただろうって思うんですけど。確かに浅いね。収納がないですよ。確かになんか携帯2個入れた方がいいみたいな感じだね携帯そうなんですよ。やってまいりました、レインボーブリッジ。レインボーブリッジあそこにありますよ。レインボーブリッジレインボーブリッジは封鎖されてないです。まさかのポルシェなんだけどバスの下に着くっていうね。安全。さすがさすがだね。さすがいいじゃないですか、いいじゃないですか。ちょっとあのもうちょっとしたらあっち見えると思うんで、あそこはね東京オリンピックのなんかあの選手村かな、あそこら辺が、まあ、ちょっと見えないですけど今だ。いやでも昼はあんま昼乗らんからな。なるほどね。右にポルシェがあります。本当に本当だ、赤いポルシェ、まあ、ザポルシェだね。ザポルシェ、ザポルシェ、まあ赤ポルシェみたいな。オープンカーですね。あ、これオープンじゃないもんね。これはオープンじゃないですね。なんでオープンじゃなかったの、したの。オープンじゃないやつにしたの。オープンだとプラス200万かかるっていうのと、うん、沖縄でオープンカー乗ったんですけど、うんうん、まあなんかちょっと満足したなあ。ああなるほどね。いや、なんか田舎だったらオープンカーちょっといいやって思ったんですけど。あまあね、東京だと排ガス薄いから確かに、だからどうかな。確かに確かに確かにそれはあるね。ちょっとだけ踏みますか。うん、あれがね選手村のあれです。おいでもね、俺は車好きだからさ、全然あのこのサウンドでちょっとご飯食えるよね。そうです。車好きな人はいいと思います。そう。まあいいね。辰巳ってどこでしたっけ？あ、辰巳、まあこのまま大丈夫。まっすぐ行って左だね。まあこの大丈夫、このままで。いやもう東京ビルばっかだね。マン
ンションだらけ。ここの辰巳あたりはもうマンションラッシュですからね。今そうですね、晴海ふ頭ってところがめちゃくちゃ開発されてて、うん、マンションがいっぱい建ってて商業施設もできて。へえ、晴海。そうですね、ちょうど本当に今年の10月か11月くらいから新築のマンションがガンガン売り上げました。ここまっすぐ行けば大丈夫。え、辰巳のサービスエリアとか行ったことないの？行ったことないっす。マジか。え、ポルシェ乗ってたら辰巳行かないんだ。辰巳、これ左に。あ、ごめん、まっすぐまっすぐ。辰巳と大黒はなんかよく聞きますよね。そうそう、大黒でした。大黒か大黒かまあどっちもいいけど俺もよくね、大黒か大黒なのかよく分かってないんだけど行かないんだ、ポルシェで。行かないっすね。逆にああいうとこ行くと、もっとなんかすごい車がいそう。まあ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 、それいるよね。だからなんか行っても別にね、なんポルシェかみたいな。スノポルシェだ。あそこ入れるサービスエリア。もう本当初めてなんだ。本当初めてです、ね。マジか。ここだね、辰巳。いやもう辰巳はね、走り屋の御用達のサービスエリアですからね。まああの昼間は封鎖されてないですね、さすがに。夜ね結構封鎖されるんだよ。あ、そう。みんな車ブワー来るから封鎖されるんだよ夜。結構いるね、なんか車。めちゃくちゃいますね。いるやん。全然置く場所ないっすね。うん。あ、1個あった。こっちも1個あるね。ああ、もうないわ。ここだけだ。あ、1個だけ空いてました。1個だけ空いてましたよ。本当にこれひどい。ああ、なんかこれなんかすごい、なんかすごい雑な感じで。どういうこれなんかめちゃ雑だねこれね。そうなんですよ。なんだこれこれちょっとなんかあの細部がちょっといけてないねこれ。全然いけてないなんだこれ。これ1700万の車ですよ。こうなんかちょっとなんか雑やな。だからこれでまっすぐ入れたと思っても全然なんかまっすぐになってないところ。なんか本当よくあります、ね、あるあるです。すごい。はい、ということでちょっと休憩します。はい、では。